鈴木忠子は、日本の人形作家。群馬県伊勢崎市出身。木彫決め込み衣装人形という伝統技法を、現代のひな人形制作に取り入れた。1928年、群馬県伊勢崎市のウソクトン屋、細野家の四条として生まれる。青路家女子専門学校卒業。1965から1974年、人形作家、大谷鳩枝に支持し、 平田豪洋氏が完成させた、木彫決め込み衣装人形の技法を学ぶ。独立後、鹿児島樹蔵、円粒活蔵、円粒元キラの門を叩き、指導を受けながら、伝統工芸技法と現代的な人形アートの、双方に目を向けた、独自の人形制作の道を歩む。日本新工芸家連盟に所属し、1989年、日展開遊に、1984年、 横浜高島屋美術画廊にて第一回古典。1993年、高島屋東京店美術画廊にて第二回古典。この頃から、木彫り木め込み衣装人形の技法を活かした独自のひな人形制作に力を入れ、弟子育成のために木の宅会を創設。1998年以降、毎年、高島屋東京店美術画廊にて創作美な人形展を開く。 2008年、脳梗塞で倒れ、ボス。作家、音楽家、狛犬研究家の鈴木義輝てるは長男。聖路家女子専門学校時代の恩師が、日野原茂明で、戦時中は、日野原氏の指揮のもと、聖路家病院に運び込まれる負傷者たちの看護に明け暮れた。聖路家看護大学の元学長、時和恵子とは同期。 聖路家国際大学玄関のマントルピース上に飾られている希望と題した人形は、大学の進行者落成を祝って、鈴木忠子が寄贈したもの。木の拓海、鈴木忠子、鈴木育子の創作美な人形及び、神奈川新聞記事より、聖路家看護大学の歩みより、木の拓海、鈴木忠子、鈴木育子の創作美な人形、ありがとうございます。